南海8000系電車は南海電気鉄道の一般車両。4両編成13本の計52両が在籍。搭乗時のキャッチコピーは優しいが嬉しい。本系列は老朽化が進んでいる南海線用の7000系を置き換える目的で導入された。走行機器類の基本設計や車内設備は1000系を踏襲しており、 1000系編成との相互連結も可能である。2001年に98000系が車両機器改造により6200系に編入されたため、車両番号は空き番となっていた8000番台を使用することとなった。足掛け7年にわたって製造が続けられたが、2015年度以降は近畿車両製の8300系の製造へと移行し、同年10月8日より、 営業運転を開始している。車体は、現存車両をベースとしながらも、東日本旅客鉄道 E231 系の部品を一部取り入れた、東急車両製造標準の20メートル級片側、4扉のステンレス製軽量構造で、側面と屋根部分の構え体は、雨どい部分を、スポット溶接で接合する設計が採用された。全体は、無塗装とし、 アクセントとして配されるブルーとオレンジの帯はフィルム張りでなく塗装とした。戦闘車前面には1000系と同様に貫通扉が設置されている。8003編成、8004編成では貫通扉がグレート塗装となり、さらに8005編成は全面貫通路の窓の大きさが若干大きくなった。全消灯は二千三百系と同等の配置で、 貫通扉上部に配されている。2016年より一部の編成が白熱電球から LED 電球に交換されており、年度内に全編成の交換が完了した。車体幅、車体長は南海の在来車と同一であるが、客用扉の中心間隔は 4820mm に変更された。車体幅は 2820mm である。 窓配置は DD2D、2D2D1、または 1D2D2D2D1 であるが、客用扉間は、客室側から見て、右側が固定窓で、左側が加工窓、車端部は固定窓としている。また、車端部の窓は線形に比較すると横幅が狭くなっている。窓ガラスには、紫外線カットガラスを使用するが、 客室側窓の巻き上げカーテンは、損置されている。前面及び、側面の種別、行き先表示器は、南海では初めて、フルカラー LED、白色 LED が採用された。側面表示器は日本語と英語を3秒サイクルで、交互表示する。なお、特急、サザンで運用される場合は、前面もスペースの関係から、種別表示側が日本語と英語による、 交互表示となり、側面では、行き先の横にと案内される。英語では上段に、行き先、下段に、ノンリザーブドと表示される。7000系、7100系では、サザンの横に、南十字星の星マークが配されるが、本系列では、星マークの代わりに、縦書きで、特急の種別を表示する。さらに、側面では、関西空港行きに接続する場合は、 関西空港接続が行き先と交互に表示される。定員着席促進のためのスタンションポールなど、車内には大型の手すりが多数設置されている。貫通道幅を 775mm に拡張することや床面の高さを線形の 1170mm から 1150mm に。 低くすることで、駅ホームとの段差を縮小するなどのバリアフリー推進が図られている。編成定員は588名である。網棚はパイプで、天井中央部の素材は繊維強化プラスチック製に変更された。ラインデリア製風板は線形のような車体全長への設置とは異なり。 要所要所に設置されたタイプに変更された。車内照明は基本的にカバーなしの蛍光灯だが、8008編成からは LED 照明が採用され、8008編成と8010編成以降では直接照明、8009編成では間接照明となっている。バリアフリー対応として貫通道幅を7 7 5ト、mm、ルに拡張し、座席は 車端部も含めてすべて、片持ち式、ロングシートで、南海では 2000K1 から4次車以来の、オールロングシート車となった。座席端部の仕切りは、大型 FRP 製である。座席モケットは茶色であるが、優先座席は、青色として、識別を図っている。一人当たりの座席幅は、従来の 455mm から 460mm へと、 拡大した。クッション材は S バネ入りポリエステル面であるが従来車より硬い座り心地となった。7人掛け座席の中間部には2本ずつスタンションポールを設置した。2016年10月以降8007編成以前も LED 照明に更新されている。釣り革についても優先座席部分については 他の部分の白色に対し、オレンジ色を採用することで識別を図っているが、釣り革の形は従来車と同じ丸型になっている。客用扉の室内側は 2300K と同様に、化粧板を廃止し、ステンレス無塗装仕上げとされた。戸たり部には、黄色のマーキングテープが高さいっぱいに重付されると、共に、床面部分は黄色とされた。 またドアチャイムとドア開閉ランプも装備されている。車内案内表示器は LED 一段スクロール式で各車両に4機が千鳥配置で設置されている。車両間の貫通扉もステンレス製、無塗装仕上げであり、傾斜式固閉方式機構の引き戸を採用した。運転台の主管制御器は線形と同等の横軸にハンドル式デスクタイプで、 軽機類は1000、K、6次車に準じたアナログ式である。冷房装置は、冷凍能力 23.26kW の集約分散式 CU-732 を各社2機搭載する。これは 2300K と同一だが、冷媒に代替フローンを採用した点が異なる。当機の弾道補助用として、電気ヒーターを組み込んでいる。 4カ国語対応の自動放送装置が全編成に設置されている。普通車への自動放送の搭載は8 3 0 0系に続き2例目である。なお、2016年10月までは設置準備工事のみの状態で特急サザンの1 2 0 0 0お及び8 3 0 0系と並結した場合のみ自動放送が流れ、それ以外の場合は 車掌の肉声放送で対応していたが、2016年12月頃から、全面的に自動放送対応になった。主回路システムは、イグブと阻止による、VVVF インバータ制御装置、南海標準の日立製作所製で、ビフィ HR-1429 型と、称する。回生ブレーキ及び、全電気ブレーキ機能を有し、両先頭車に、 1> 各一機搭載される。一機のインバータ装置で4個の電動機を駆動する、速度センサレスベクトル制御 1C4M 方式である。主電動機は三菱電機製カゴ形三章誘導電動機メガバイト -5091A、50 A 2型で、定格出力は 180kW である。パンタグラフは、 シングルアーム式の東洋電気製造製 PT-7144B 型で、両戦闘車のナンバ型に、各1機搭載される。冷房装置などのサービス機器に電力を供給する、補助電源装置は、PWM 制御2レベルイグブと静止系インバータを、採用し、ナンバ砲戦闘車のモハ8001型と、 中間付随車、サハパス1851型に搭載されている。台車は、住友金属工業新日鉄住金製、SS177M 型および、SS177T 型モノリンク式、ボルスタレス台車で、ホイールベースは 2100mm である。基礎ブレーキ装置は従来通勤車のシリンダー式から、片押し、式ユニットブレーキに変更された。 また、一部に空転防止のため、セラミック噴射装置が取り付けられている。ブレーキシステムは遅れ、米制御を有する改正併用電気指令空気式であり、線形と共通である。空気圧縮機は、南海で初めてスクリュー式を採用し、和歌山市、関西空港方のモハ8101型と、中間付随車の佐波8801型に搭載される。 範例8001編成、8002編成は2007年10月に、東急車両製造で8両が落成し、同年10月30日から10月31日に、かけて、未装飾の状態で、公衆車両輸送が行われた。そして同年11月3日に、千代田県社区で開催された、南海電車祭りにおいて、未装飾の状態で公開された。 これらの編成は2009年3月2日から3月4日にかけて横須賀線、根岸線、東海道本線、上東貨物線、関西本線、和歌山線、紀勢本線を経由した公主輸送で和歌山市駅に搬入された。陸送を用いない、また同駅を経由した新型車両の輸送は線形1051編成以来8年ぶりであった。 また2010年以降の輸送経路は、横須賀線、根岸線、東海道本線、梅田貨物線、大阪環状線、関西本線、和歌山線、紀勢本線経由に変更されている。営業運転開始当初は4両編成の普通列車のみだったが、2014年10月のダイヤ改正後は1000、系または8 3 0 0系2両編成との並結による、 優等列車運用を含めた6両編成、本系列同士2本、9000系 VVVF リニューアル車4両編成、または8300系4両編成か2両編成、日本並結の8両編成による、優等列車や12000系と連結した、特急、サザンの自由席車両と幅広く使用されている。本系列には、和歌山市方の先頭車に、 女性専用車両が設定されている。当初は8001編成と8002編成のみだったが、2014年4月頃から他の編成にも順次そのステッカーが貼られている。2017年8月のダイヤ改正後は様々な本系列の編成を入れ替えながら、空港急行を中心に8両編成の列車が増加している。サザン運用は、 2015年12月以降は 9000K も、2020年12月以降は 8300K も加わったため、日によっては、サザン運用に入らない場合もある。本系列について、1000K と同様に、高の線平坦区間を呼び、戦北高速鉄道線での運用が可能かどうかは、明確に公表されていないが、検査時の千代田工場への入り出場時に、 高の線を走行することがある。公式外、ありがとうございます。